はい、2022年8月の5日、8月の5日ですね。国際工業バスに乗って円波のバス停まで、帰ってきました。北米内駅14時33分発ですね。この国際工業バスで帰ってきました。このバスの次は、もう西武バスに乗ろうとするとね、15時15分ぐらいだったかな。ちょっと時間が空きますんでね。で今日もね、一応夜勤ありますんでね、また夜夜勤があるんで帰らない、帰るのは帰るんだけど、多少ねちょっとは寝ないといけないんで、まあ一応今日のね朝方、3時ぐらいから、5時ぐらいまで、2時間ぐらいね寝てるんですけど、仮眠でね、布団の上とかで寝てるわけじゃなくて、パイプ椅子の、ね、上で寝てますからね。一応なんかね、布団で寝ようと思えば寝れるんだけど、すごいなんかもう、刑務所来ちゃったなっていう、牢屋に来ちゃったなっていうみたいな、空間はちょっとね、もう最初で2回目寝た時にもう答えて、その後はパイプ椅子の上で寝てますね。食堂のね、食堂スペースのパイプ椅子の上で、寝づらいでよ、椅子硬いしね。ちょっとね、キッコーマンの株価がね、爆上げしてて、夜間取引でね、300円っていうのは1単元3万円ぐらいね、上げてるのを見て、でもあんまりキッコーマンの決算内容もそこまでいい決算内容だとは思わなかったんですよね。営業利益とかあの辺が、前年比プラス 4% か 5% ぐらい、5% なんて正直しょぼいしと思うし、キッコーマンの株価自体がなんか最近むやみやたらに上げてたんで、そんなに上がらないというよりも、むしろ、PT、夜間取引の株価の上げ幅は結構あったんだけど、こんな上がらんだろうと思ってたんですよね。そしたら今日とんでもなくね上がってて、僕がね掲示板に書いて、その一定の株価に影響を及ぼしているという、こういうことですからね。でも正直で、僕個人だダメージがめちゃくちゃ大きいんですよね。時価総額で10% ぐらい上げてるんで、1500億、1600億ぐらい一気に上振れてるんですけど、僕にとってはその日給がね、10連勤やった分が全部吹き飛んでしまいました。現実的には給料明細の給料が吹っ飛ぶわけじゃないんですけど、全体収支で見ると今月は苦しいですね。今月単体、一応月ベースで収支ね計算してるんで、楽天証券口座の評価資産額のベベリは、その日給、10連勤、1日日給1万4000円かける10回の夜勤、14万円が一気に吹き飛びました。正直これは、大ダメージですね。大ダメージ。儲けた時は別に、儲けたというか、仮にプラスになった時はね、別に、そんなもんどうでもいいんですけどね。プラスになった時はね、またこういうダメージ食らうっていう、いうのが大体、見当がつくんで、そんなね、プラス、じゃあ、14万儲けたときは、そんな気持ちが、嬉しいかっていったら、そうでもないね。今回のようなダメージっていうのは、ある程度予測
まあ、予測できるっていうか、絶対に反動が来るっていうのはちょっと今回遅れてきましたからね、反動が遅れてきましたから、まあ、ただ予想はしてなかった、予想はしてなかったというか、キッコーマンの株が異様に高かったんで、またこんなに上振れるとは思わなかった。まあ、日経もね、結構もう割と天井っぽい、つけてるんでね、今日ちょっとね、株価を見てたら、日経平均が1000円ぐらい、まあ、その1000円ぐらい安いところの、その時価総額の大きい株価を見てたら、むしろその日経平均が1000円上がっても、割と下げてる銘柄が多いんですね、多いというか、あるいは株価が 10% も上がってないようなというか、だから、わからんというか、この現象って毎回なんか起こるんですよね、わからないけど、その時価総額が増えないんですよ、日経。だからトピックス見たらいいかって言ったら、そうじゃないよねって、いやー、まあとにかくわからんね、値動きが。こういうわからん動きしてるときが日経平均の高値になりますんで、まあ、あれが一番上げてますよね、ユニクロ、ファーストリテイリングが。あれが一番日経の指数を上げてるね。だからね、全体ではあんまり上がってないんですよ。で、キッコーマン上がってるな。だからね、一部なんですよね。一部、いや、本当一部なんですよ。上がってるなっていうのはね、上がってるなっていうのは銘柄はね、全体の、時価総額の大きいやつね。トヨタ自動車筆頭に、だいたい時価総額8000億円ぐらいまでの、まあ、150銘柄ぐらいになるのかな。150銘柄のうち、その日経平均が1000円上げても株価が上がってるなっていう、まあ伴って上がってるなっていうのは、2割もないですね、1割ぐらいだよね。だからおかしいね、もうユニクロが上げてるね、ユニクロ、あとはなんだろう、まあユニクロ、まあソフトバンクも変わってないもんな。やっぱファーストリテイリングがいっぺんに上がって、まあ東京エレクトロもそこそこ上げてるかな。まあダメダメだね、ほんと。ちょっとファミマでね、もしかしたら過ごすかも。はい、ファミリーマートで、まあお菓子とね、ミートボールを買いましたね。ちょっとイートインスペースで休みたかったけど、女の子2人が占有してましたね、コンセント席を。3席あるんですけどね、コンセント席、横には座れませんからね。まあとりあえず家に直帰ですね。いずれにせよ帰らないといけないんでね、いずれにせよ帰らないといけないんで、ちょこっと寝ないといけない。キッコーマンの割には8600円ですね。1単元86万、前日比710円ぐらいですね、710円か。1単元にすると7万1000円、プラス、200株空売りしてるんで14万2000円マイナス、ほぼほぼ、夜勤と、10回分、この前ね、おとついにかけて入ってた夜勤1回1万4000円ぐらいなんでね、まあ厳密に言うとプラスもうちょっと高くなるんだけど、もうちょっとだけね。でまあほぼ10日10回分14万全部吹き飛べました。まあ、シャレにならないね。まあ、別にこういう現象っていうのは初めてではないね。でも最近は一応気をつけてたんだよね。気をつけてた。かなり気をつけてましたね。その給料とかね、月給1ヶ月分全部吹き飛ばすって、割と当たり前のように起こるんですよね。今、1ヶ月分じゃなくても、2ヶ月分とかね。当たり前のように吹き飛ぶからね、1週間ぐらいで。1週間だとか2日3日間でね。割と頻繁に起こるね。
去年も結構やらかしてるんでね、去年まで頻繁に毎年やらかしててたんでね、まあまあ給料ね2ヶ月分じゃなくても、そのまあ半年分はいかなくてもね、まあ3ヶ月分4ヶ月分とかね、普通に吹き飛ばすっていうかね、まあ当たり前のように怒るよね。まあ今回はね、別に給料1ヶ月分はまだ吹き飛んでないですけど、ただ夜勤10回ってもう死ぬ思いでやってたに、全部吹き飛ばすとかね、ほんと あれですよ、 GPIF が僕に挑戦をしてるよね。僕はね AI、 僕はもう AI ですからね、僕自身が、これ前言ったかどうか分かんないけど、僕が AI なのね。あ、掲示板で書いてるね。 AI と AI の戦いなんですね。僕も AI なのね。分かんない、僕も AI なんかも、まあちょっとね、正直ダメージが大きい。まさかキッコーマンがね、どんどん上振れしていくっていうことはないと思いますね。なんでかって言ったら、今の相場っていうのはちょっとね、さっきサイゼリアで株価を見てたんですけど、やっぱりユニクロしか上がってないんですよね。まあ強いて言うならば東京エレクトロンもちょっとまあやや顕著に上がってるかなっていうことですね。で、まあ、ファナックも上がってなかったな。だからユニクロと東京エレクトロンが筆頭に上がってて、まあ時価総額本来上がる、多分時価総額の低い買い銘柄が合ってるのかな。そんなことはないよな、そんなことはない。時価総額の高いやつが上がらないとおかしいわけだから、時価総額が低いやつが 全体上げるわけないんだよな。トピックスも上がってると思うんだよな、まあ、トピックス見てないもんね。参ったな、ほんとちょっとね、まずいですね。いやー、何がまずいってさ、リアルに金を吹き飛ばしてるのがまずいんだよ。何なのかな、キッコーマンが 10% 上がるとかおかしいの。そもそもそんないい決算じゃなかったね。もともと割高の株価、キッコーマンって正直あの株価が異常に高いんですよね。その日経平均採用銘柄の中でも突出してるね。突出して高いね。ただの食品株なのに。食品株ってそんなに、まあ、ちょっと今年おかしいな。食品株がちょっと変な値動きしてるね。食品株。食品と資源。資源はもうピーク打ってるね。資源はピーク。食品がピーク打ってないね。最悪ですよ。まあ何せね、いやー参ったな、ほんと参ったよ。いやー、かなり想定外中の想定外だね。ここまではね予想してなかったね。日経もある程度天井なんでね。参った、まずいわ。